皆さんおはようございます。竹下です。取引先の方といろいろ話している中に非常にいい新たなこう気づきがあったんでですね、ちょっとシェアしたいと思います。まあ、レストランの方、ジェラートを卸している先とですね、お互いの会社の理念についてビジョンについてお話をしている中に、私が本当に売りたいものって何だろうって、レストランのそのお客様に取引先の方にお役に立てることって何だろうって、そして、このメッセージ見ていただいている皆様にお役に立てることって何だろうって思った時に、私が一番強みとしてできることは実はイチゴを売るっていうことじゃなくって、イチゴを通じて勇気を引き出すというか、勇気を売るっていうと変ですけど、それかなっていうことに気づきを得ました。私はランニングだったり、イチゴの仕事もそうですけど、能力開発もそうですけど、本当1回しかない自分の人生で、このまま終わりたくない、こんな状態じゃ嫌だっていう、その負けてたまるかこの野郎根性でやってきしましたが、本当に1回しかない人生、こうなりたいんだと強く思って、今もなりたい姿に向かって、1億円いちご農家、1000万の純利益を出して、本当に妻と日本全国あちこちも行って、美味しいものも食べたいし、子供たちと一緒に仕事ができるようになりたいし、いろんな夢があります。それ叶えるためにもって思って、今いろんな勉強をしていますっていう姿を発信することが皆さんの勇気になっている。それがしてや街づくりであったり、大げさに言うと本当に国の活力になっていけばっていうふうに思いながら今生きてます。いろんな人と話をすること、自分の将来こうなりたいんだ、ああなりたいんだということを言うことによって新たな気づきが得られる。だから発信し続ける道は開けていきます。今日もですね、しっかり発信して伝え続けていきたいと思います。皆さん今日もいい日にしましょう。以上です。